スにもドリンクにも使える万能なキャラメルソースが欲しい。あら妹様、どうされたんです？なんか急にキャラメルの味が食べたくなっちゃって。突然宣伝チックな言い回しをされたのでびっくりしちゃいました。動画的に興味持ってもらえる言い回しがいいかなーって。そんな素直に全部言わなくても。それじゃあ今回は、スイーツにも、ドリンクにも、万能ソース、濃厚生キャラメルソースを作っていこうと思います。生キャラメルソース？うわー早く食べたーい。早く早くー。ふふ、それじゃあレッツー。キャラメルルンクッキングー。キャラキャラメルメルルンルンルン。はい、それではまずカラメル作りから始めますね。いつも通り致死量の砂糖を鍋に加えまして、ここにお水も足していきます。じゃあ次は火つける？あ、ちょっとお待ちください。お砂糖の結晶化を防ぐために火をつける前に水と砂糖を十分になじませていきますね。結晶化。前に琥珀糖作った時も話してたね。でもあの時は火をつけた後普通にがっつり混ぜちゃってた気が。原因はわかりませんがあの時はあれでうまくいってよかったですね。お砂糖の方はしっかりなじませることができたら弱火をつけまして。この後は基本もう触っちゃダメなんだよね。そうですね。我慢我慢だ。雨のグツグツが大きくなってきたらここで生クリームを温めておきましょう。生クリーム？しかもなんで温めるの？ふふ、後でわかりますよ。あ、昨夜？端っこ色変わってきた。お、それじゃあここからは要注意ですよ妹様。別光色に変わってきたら均一に熱が入るように鍋を回しまして、いい感じの色になるタイミングを待ちます。うわぁ、どんどん色変わるね。とっても変化が早いのでいい感じになったらすぐ火を止めましょう。では妹様、危ないので離れていてくださいね。うん？何するの？うわぁ？なになになに？何したの？ブクブクして面白ーい。でもこれ大丈夫なの？大丈夫ですよ。火を止めたお鍋に先ほど温めていた生クリームを少し加えたんです。こんな感じで手早く混ぜていくとだんだん馴染んできますよ。でもなんで生クリームをほかほかにしておいたんだろ。ヒントは熱々の飴の中に注ぐということですね。トロトロの飴に入れるのは冷たいとダメ。あ？生クリームを冷たいまま入れると飴が固まっちゃうんだ。大正解です。さすが妹様ですね。えへへ。昨夜もコメント欄のみんなもたくさん褒めてくれて嬉しいな。お料理上手になったねーとか、お姉様より料理できるとかしっかりしてるとか。妹様これ以上はお嬢様がこの動画を見たとき画面の向こうでオーバーキルされてる可能性が高くなりますのでストップですよ。キャラメルの方は湯気が落ち着いたら生クリームを加えて混ぜる作業を3回ほど繰り返して、こんな感じに全体が馴染んでサラッとしたら成功です。うわぁ、ちゃんとキャラメルだー。いい匂いすぎるー。ではではこちらはいつでも使えるように瓶に入れておきましょうか。あ、ちゃんと長期保存を見越して煮沸消毒しているのでご安心くださいね。思ったよりソースはサラサラなんだね。まだ熱いままなのでサラサラですが、時間が経って冷えるとトロッとしてきますよ。では、こちらの熱をある程度落ち着かせることができたら。トロッと濃厚でたまらない。万能キャラメルソースの完成だーい。わーい。あっという間にできちゃった。コクはいりますが工程も材料も結構少ないんですよね。ではではお味見のお供にくるみを持ってきてみましたのでぜひ召し上がってみてください。わーい、キャラメルナッツだー。へへ、それじゃあキャラメルを。ってそういえば本当にさっきのサラサラからトロッとに変身したね。へへへ、美味しそう。それじゃあ濃厚キャラメルソース、いただきます。美味しいー。甘ーい濃厚ー。このミルキーな感じがたまらないわ。焦がしキャラメルの香ばしい香りも最高ですね。あ、焦がしキャラメルだからこんないい匂いなのか。私苦いの苦手だけどこれは美味しい。苦さは焦がし加減でうまく調整できるのでお好みの甘さになるよう調整してくださいね。これでパンにもケーキにもスタバの飲み物みたいにも使える。へへー、お姉様にも分けてあげよ。どうされたんですか？お姉様私よりも子供下だからこれ食べられるかなって。どうかお嬢様がこの動画を見ませんように。